皆さんおはようございます。おはようございます。斎亮平です。い、店長です。今日は7月20日、木曜日です。はい、久しぶりに店長、よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい。えっと、まず一つは、えっと、7月の25日の夜8時、火曜日ですね。火曜日ですね。に、4万人突破記念ライブを、1時間ぐらいにかけてやらせていただこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。7月25日。あともう一つが、えっと、さっき忘れ、あの、7月の29日、 に、はい、福岡、僕のホームのノーガトユメニティっていう場所でナニメンさんが公演やります。え<っ>、ナニメンさんの公演です。ういうはい、これ単独です。たたコラボはありません、ね。<今>うん、僕のあのコラボとかじゃなくてナニメンさんの単独ライブです。もうぜひお母さん、お父さん、えー、お子さんにも聞いてほしいっていうお話を多分あのナニメンさんがしてくれるので二部制です。詳しいことに関しては概要欄の方に貼っ付けてますので、ぜひともご興味のある方は、はい、もうもちろん僕も参加します。はい、え二十九日、え七月二十日ですね、すねナニメンさんのライブがありますので。 えー、よろしくお願いしますっいことなんですが、はい、今日はなんかお題があるらしくて今日ははい、はいあのー、スタッフからの相談事なんですけど、はいはい、僕がちょっと相談を受けたんですけどちょっと簡潔に言うと、うん、あの自信がないというか自信が持てない、うん、自信が持てないって本人が言うプラスなんかこっちから見ても自信がないように見える、うんうん、でその経緯が、えっとまあ、仕事なんですけど。あのー 今現状でできている仕事、まあ、教えた仕事一通りまり全部はできてて、うん、えっと問題もない感じなんですけど、まあ、本人曰くまだできると、うん、今、えっと、できている仕事がそのできているふうに思えない、うん、自信が持てないっていうのが経緯なんですよね。うん、なんで、えっと、自信どうしたら自信が持てるようになるのか持たせることができるのか、うん、何かアドバイスがあれば。 アドバイスって言うんですかねいいんじゃないいいんじゃないああそれでいいと思うわえその自信が持てない状態でそこは違うまだできるはずって思い続けること、はい、あそれは全然いいってことです、ねうん、そこはちゃんと分けて伝えてあげてほしい、はい、自信がないのとは違うよねって言っていいと思うなんでかって言ったら自信がないってどういうことか分かるってちゃんと説明してあげたらいいうちの師匠から言われることは、はい、自信がないっていう言葉はやる気がないって言葉と一緒って言われるはい っていうのは今自分の思う理想があって、はい、そこまで自分の、まあ、行動なり言動なりっていうものが追いついてない、はいね、だから自信がないっていうのは違くていい、はい、自信がないっていうのは今目の前にある壁があって、ねはい、そこに今ぶつかってる状態なかなか超えられないと思ってるそれが理想であれ環境であれ壁であれね、はい、それが自信がないのは理由にならんっていううちの一にいつも言われる言葉 自信ががななないいやる気んでかって言ったらこの壁を乗り越えて初めて自,自,自信のある自分になれる、はい、だったら自信がないから私はやりますって方が正しいっていう自信のある自信がついた自分に出会うためにはこの壁もこの坂も何であろうとも登り続けていくしかないっていう、はい、かるだから自信がないはイコールやる気がないとなってしまうから自信がないって言わなくていいんだよっていうわかるでも私はもっとできるはずだって思い続けることは それはすごくいいことだと思う、はい、って言ってあげていいあそこはいいんですね分かった、はい、自信がないは違うよってはい、うん、もっとこうやってできるって思う自分の理想に追いついてないだけだけどもそれは自信がないって言わなくていいってかってた自信がないって言ったら脳はそう思ってしまうけど,どんどん今までできたことですらできなくなってしまってくれるなるほどですねそうはい分かりま,す分かりますい,い意味分かるやろ、はい、だからそれは自分に言う必要な言葉じゃなくていいよって言っていいと思う、うん、自信がないはイコールやる気がないとつながってしまうから自信がないからこそ続けようって思わなくちゃいけないよっていうことと 今自分の思う理想だと思うものに自分の意識行動っていうもの自体が追いついていかない、はい、っていうことはとってもいいことだからこの先もずっとそれでいてねって言っていいいいんですかいいいいっていうかそういう考えで逆にやった方がいいってことですかいいんでですかって書いたら一言だけくす言ったらいい何ていうかはい一言だけだってそれがプロだからだよって言ったらいい、はい、バイトにしても社員にしても何をしてもこの道でしっかりとやっていこうと思う意識があるよ プロは常にその意識を持ってるからその意識だけは何年バイトやっても何年会社で働いて何十年やってもこの意識をずっと持ってる人がプロだよって言ったりだからとてもいいことだと思うって言ったりなるほどいい何、はい、でっていうことに関してはねまあ7月15日にあの京都の方で講演をねさせていただいたんですけども、まあ、あの時喋った講師陣5人と、えー、何ンさんと、まあ、スタッフの何人かの人たちとのチャットグループがあって。 あのの演が終わってたくさんの感想文をもらったわけよ、はい、もらってもう全員あれ全てべて目通したもう,もう100件以上のコメントが、はい、あの感想が入っててそれを読みながらもずーっと俺俺が思ってたことがあったわけはいでもまあこのことをこのチャットグループの中に書くのわけにはいかんなって思ってたのねそしたら香取さんが入れてきたのはいあれから毎日 1>, 1人持ち時間が45分やったわけあれから毎日あの45分を今でも頭の中で繰り返して話の構成を作ってしまうっていう<ー>もっとできたんじゃなかろうかってもっと本当はこういう風に伝えられたかもしれないで何、はい、でこういう言い方になったんだろうかってあの45分っていう時間でもっとってずーっと俺も同じことやったんやそうなんですかそうだから俺もすぐに香取、はい、さん俺も一緒なんですと何でもっとこういう風にして伝えようとしてきなかったんだろうか何でこういう風にできなかったんだろうかってずっとあれから 後悔をしてるわけじゃないもちろん、あれが最後のメッセージになるかもしれないと思って必死でやった。はい、それでも、その意識が残ってて、その意識が残ってて、あれから毎日、もう朝起きても昼起きても、あの45分頭の中で繰り返してしまうよ。はい、もっとこうやって伝えればよかったなって、あ、こうすればよかったなって、いや、違うんよ。あの時、なんでこうやってやってしまったんだろうかとか。でもそれ、後悔とは違うんですよね。そう、後悔ではない後悔ではないわけ。 もう一回やり直したいって思うっても、できんけ、これは。そうですね。でも、この意識っていうのは後悔じゃなくて、何面さんが一言言ったのは、それがプロやでってたな,なるほど。もちろん、全身全力をかけて、あそこに全てを出したつもりやけど、それでも、いや、まだできたはずって思うよ。それも意識やん。はい。わかるでももう、後悔っていうのは、まあ、もちろん取り返しも聞かないし、やり直しも聞かないよね。そのことも全然わかってる。 でもまたもしいつか同じようなタイミングがあったときにこの今10ある自分の中でもう一回こう伝えればよかったをいつでも2でも減らそうと思ったらあの日から毎日それを繰り返すしかない俺は頭の中で俺たちはね講演家としてもしやっていくんだったらでもそれがなりめんさんはそれがプロやぞって言われたあそうかと思ってプロになってるという意識はまだない自分の中にもね 何度も何度も繰り返しながらもう香取さんですらあれだけもう何十年でやってきた人ですらあれから毎日あの45分繰り返すんですよねってもっとこうすればよかったってああやってできたんじゃなかろうかって思うのは多分この時俺たちがいやもう出し切りました完璧でしたよねって渡してんで俺たちは死ぬと思うああなるほど意味分かったはいだからそれでいいからなるただし重要なことはこの仕事もし公演なら公演接客なら接客っていう仕事を選ぶんなるならばそれを 死ぬ時まで続けられるかよなるほど満たされることはないっていう、はい、でもそれをずっと持ち続けていくことが成長やしその意識を最初の何年かは持ってたけど途中から持たなくなる人もいるあ全然できてる私って、はい、思った時点で「プロ失格やぞ」って言われたけ何回でも繰り返してまた来るタイミングが来るならばその後悔をいつでも2でも減らすためにもうどうするかってことを考える必死やったよ全身全霊やったんやけどそれでも考える あれから毎日考える今でも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 う車の運転中とか飯食いながらボーッとするときもいやあのときこうってするときになんで俺一言あの言葉が出てこんかって,のかって考える<ー>でもその意識をずっと持ち続けないけんって、はい、それがプロやぞって言われたときにだからその意識を持ってることがプロだプロになる才能があるってことだし大切なことはあと3か月経っても 1>, 1年経っても、はい、5年経ってもその意識を持ってる人がプロであってあ私は今十分にできてるなと思った瞬間から人は怠けるしおごりが出るし成長も止まってしまうっていう分かる気がします分かった、はい、だから自信がないんじゃないよっていうそしてもう一つその意識を持ってることはとっても重要ってだからすごいいいねって言ってあげてほしいなと思うからちょうどね今自分が思ってたこととリンクしたのであの決して悪いことじゃないです問題なのは、はい、私はよくできてると思ってることがあ悪いわけじゃないよ 私よくできてるやって思っていくと、だんだん人って手も抜くし、うん普段やってることが当たり前になってくるってことが、あ今日一日を通してみて、もう一回今日一日通すならば、あの時こうやって挨拶すればよかった。なんでこういう風に人に言えなかったんだろうか。なんで私はこれがこういう行動に移らなかったかって思い続けるのは、その仕事のプロやぞって言われたけ。うん。少しだけ、プロというもの自体が、うん。香取先輩のね、香取さんのその背中を見てて、本当に思ったのは、俺だけじゃなかったんだと思って、即答で。 俺もずっとあの日を繰り返してますっていうのをやったのがそこかなと思うのでその意識を持つこと自体が決して悪いことではないってことを覚えておいて、はい、ただしそれは自信がないとは違うとその意識をずっと持ち続けていくことが重要だよってことだけ伝えとったらいいし僕自身も同じような今ね境遇の中に何年経ってもやっぱり慣れないし何年経っても緊張するしあその上で、うん、あの日を何度も繰り返す。 なので次のタイミングに必ずそれをつなげられるようにと思って続けていくこと自体がプロの意思なのかなと思ったりするので気合い入れてやっていこうと思いますはい。そんな感じでよかったですか伝えておきますはいそんな感じですはいでは今日もいい質問ありがとうございましたはいということで今日もガッツコーズで皆さん送らせていただこうと思いますではいきますお願いしますいきますではいきますせーのよっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃい